おっと、アラームが鳴った。いや、視聴者さんに、ちょっと今声をかけてもらってました。あかんのかな、車とか、まあね、ナンバーは隠しときますけど。愛知県の、さあ行きましょうか。よっこいしょー。あ、落ちてなかった。はあ、日頃はね、愛知県に住んでるけど、この辺にね、よく住んどって、僕が住んでるところのね、大体近くに住んどったから、うわ懐かしいわー言うて、結構よう見てくれてるらしいんですよ。いやー、うっと、行かせてもらいます。いもう大体ね、もう僕、まあ、2、3回目ぐらいなんですけど、声かけてもらうときね、もうなんか大体自分の表情わかりますね。すっげえポッカーンってしてますね。こう人がこう近づいてくるときに、はーっていうね。今顔映ってないけど、はーっていう顔してるんでしょうね、多分ね。もうなんか今日わかりました、僕の顔が。はーっていう顔してました。今ちょっとね、積み込み先をまあ出発してきましたが、ほとんど荷物がありませんでした今日。ですんで、ちょっとね、今からはどこや、東名のまた大井川の方かな、 あっちの方で降りて一回行ってくれいうことなんで、もう行ってもね、荷物があるかどうかも分かんないですけどね、なんかとにかく行ってくれみたいな感じやったんで。行ってみます。いや、今日もね、もう19時なんですよ。週末はね、早く出たんやけどね、そうも行きませんでしたね。休憩時間にライブ活動したかったんですけどね、もうちゅうわけにもいかんようですわ。大井川焼津藤枝スマートインター出口です。もう今 見ながらやからね、言えたけどね、もう多分5分後忘れてますね。大井川焼津藤枝スマートインターです。3900円もかかんねんな、高いな、やっぱ大型トラックは。大井川藤枝焼津スマートインターやったっけ、分からん。順番が分からん、まとまりすぎや。もう大頭文字だけ取ってね、大藤焼き、大藤焼きインターとかでええんちゃうな。今積んでまいりました。時刻は21時20分です。お水を積みました。結局私はお水を積む運命にあるのでしょうか。というわけでね、あとは大阪に向かってまっしぐらやけど、またね、スーパーがちょろっとあったんで寄って、チャーハンを買いました。間ね、ご飯ガテラ、430ガテラね、ご飯でチャーハンを炒めてバクッと食いたいと思います。いいなぁ、鉄道さんライブやってるわ。今これどこだ、小笠か、小笠で腹が減ったんでね、もうチャーハンやっちゃおうと思います。楽しそうにライブやってんなぁ。この辺汚いな。マオラさん、台風です、意外と長いです。あ、山田さん、ベルさん、漫画家長編で愛読書ありますか。はい、今日はこれ焦がし。ちょっとごめん、テッドさんうるさい。怒られるな、勝手につけといてな。
今日は焦がしニンニクのマー油と醤油が香るザ・チャーハン 600g でございます。これ美味しいですよね。まあこの前いきなりステーキ食べたんですけど、まあ、ぶっちゃけまあまあやったかな。よいしょ。お、いい焦げ具合。さすが焦がしなんちゃらのザ・チャーハン。長いんだ。あの大井川なんとかあの藤枝焼津インターぐらい長いな、ほんま。あ、焦げた。お焦げができました。ここでシャッ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 って振ったらどうなんねんっていうだけやな。掃除が大変なだけやな。僕ね、味覚音痴なのか分かんないんですけどね、あのまあべっちゃべちゃは嫌やけど、あのパラパラにそんなこだわりがないっていうね。なんならちょっとしっとりぐらいがいいなっていう。男なので空気を入れてこうサッ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 振ってあのパラパラにしますみたいなは特にこだわりがありません。よっしゃ、ええやろ。さあ、OK。 あ、グッドグッド。600g というのは大したことないですな。しかし、お前 600g あるのか。ヒゲちゃんトラックに、特盛チャーハン食べながら、鹿指くわえて眺めてます。あれ、今日はだって仕事、あ、休み、どうなんですかね、ヒゲちゃんは。ヒゲちゃんはでも働きも、あ、ヒゲちゃんなんかあのウーバーやってるっていう噂が僕のところに来たんですけど、本当にウーバーやってるんですかね。あのもしウーバーやってるとしたら稼ぎすぎですね。ちょっと僕にくださいみたいな、そんな感じでございますね。ヤシーさん、アラームありがとうございます。ライブに出演者のプランも、私は、ウーバーイーツなんてやっておりませんよ。テイクアウトは取っておりますが、でもウーバーイーツで、もうちょっと鉄うるせえよ。ウーバーが使い、あかん、バチ当たりそうになった。はい、そんなことだとね、どうでもいいとして、ウーバーイーツなんかやってないですよ。ウーバーイーツを利用もしてないです。あの、自分で取りに行ってます。テイクアウトはよく利用してますけどね、休みの時に。うめえな、これ。うまいわ。純粋にうまい。はい。うん、純粋にうまいな。ああ。やっぱこれやね。やっぱこれだね、ロッテのトッポチャ。スーパーで450円でした。自分でこの一瞬手加えるだけでね、こんな格安で食べれるからありがたい。おます、まあ、次はヤッシーさんが、ヤシの木村さんがライブが始まりました。あ、そうか、10時で入れ替わるよね。ドドンしてください。この人は、ドドンしてください。ドドンまで。この人可愛いね。歳どうなんやろ。同じぐらいなのかな。可愛い可愛い顔してるわ。わあ。でこれ。ヒゲちゃんさん。ああ、ありがとうございます。あ、俺のコメントを読んでくれてる。可愛らしい可愛らしい顔してあるでしょ。めっちゃ可愛らしい。笑顔がええわ。この可愛さを分けてほしい。すごい、まあ、哲夫さんのライブでよく自分のこと言っていただいてありがたいですよね。ひげちゃんさんも結構いじられてますね。うまいで。チャットさん、哲夫兄貴もライブお疲れ様でした。おいしいわ。調子はいかがですか。いじってもっておいしいですわ。長く続くようでしたら盲腸かもですよ。本当、お腹の方は。
全国のマダムの皆様お待たせいたしました。天才ボヤキー様の登場でございますわよ。ボヤキーからの最後のお願い、高評価ボタン、チャンネル登録絶対お願いいたしますわよ。